び出してすまない。だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。びっくりだよね。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど。でもってこっちの世界に来たり。それじゃあオメガモンさん。ありがとうノキア。では聞いてくれ。まず私がこの世界に来た理由。デジタルワールドはインターの猛威にさらされ滅びの危機にある。イーターがデジモンの世界にも。ああ、データを食らうイーターにと。奴らはこの瞬間も私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。イグドラシルとはデジタルワールドを司。イーターの出現を感知したイグドラシルはやつその意志に従い、ロイヤルナイツはやつ、そしてそれは隣接する異世界。え、私たちの世界にとある電脳クエレンだ。かのネットワークは人間の意識を完全にデータ。エデンアバター、つまり人間の精神データこそがエデンという電脳世界で、現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、劇場、攻撃、そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。そんな無論早計な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する彼らは今、人間世界っていうと、どこからどこまで。そうだ、イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り、人間を滅ぼす以外イーターを完全に排除する術はない。デジモンが私たち。彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ、攻め込むって。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらず、人間世界とデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により、だがその壁に大穴を埋し、次元の隔たりに扉を作り出せば、2つの世界はつながり、原理結果あらゆるデジモンが往来可能となる。昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常はパラダイスロスト計画とはそれだ。つまり計画を推し進めていた岸辺という人間は精神を操られているか。じゃあオメガモン以外の2つの世界は完璧に隔絶されている。私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら予期せず、私と同じく何らかの種。そっか私は何としても彼らを、自分たちの世界を救うために、そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、私もそんなの嫌だ。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。それを解明し事件を解決に導く。待たせてすまない。だがその甲斐あって事務所に戻りたまえ。私たちも行く。お待たせ。それじゃあ京子さん、作戦会議。いや、あと一人重要なキャスト。げえ、重要なキャストって。だが岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ暴走。ウキー、それはこっちのセリフです。レジェンドとかどんだけあれこじらせてるんですか。そもそも何よ、アンダーゼロでも一人でいなくなってさ。悪いがこの作戦は誰。暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし中にこじらせし。まあ俺はちだ。そうだ、それがパラダイスロスト計画の全容か。
間世界の破滅とその情報のおかげで、いや私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうかまずは事実へ。キシベリアの目的は次元の壁に穴を埋め尽く、次元の扉を開くことであると判明した。事実 B、 そのキシベリアによって上白優子が誘拐された。これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。そして A はまだ達成されていない。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。 B 実行の理由はこの際気にすん、名推理とは得てしてそういうものさ。だが至極真っ当な君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。相変わらずつかみどころねえよな。最近起きた迷いが事件の発生場所、そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果、定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ、私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付けた。驚くべきことに、デジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。十中八九、上白、岸辺たちの手によってだ。各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークは。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。要は龍脈みたいな道ができてるってことだろ。その通り、このネットワークは龍脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似している。デジタル用のエネルギーライン、岸辺たちは長い時間をかけてデジタルウェーブを循環させる構造は蓄積し冷気させ、このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブをエネルギーの冷気状態から推測するの。そして現在エネルギーの流れを追いたどり着いた先は、六本木の地下には上白、なんともそっけない。せっ、そうだ、以前君のログ情報を追跡した結果、上白優子と別れた地点と座標軸が一致した。そこを攻め落とせば優子奪還、一生は確実ってわけ。 A 達成に B 実行が必要だったとして、 B が実行された時点で A 達成に必要な、もうやめて、優子黙れ、オタク。デジタルウェーブの制御、説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御、その制御はエデンスポットをはじめとする、つまりなんともアナログな方法だな。その通り、だが同時多発的に工作を行えば、いっぱい人を集めて、アホ、そんなもん東京中を停電さ、東京中を、はん、お、知った連中を集めて、ま、加減はするさ、影響範囲は必要。なるほど、君確実に岸辺の今日つく、美なるかな、美なるかな、抜け、お、いいね、まあ、あなたがそっちなら私たち理解が入っては、君たちは地下道から、童貞は女子、そんじゃよーし、ゆうこっちを助け出すぞ。
ここが地下道か。地下にこんな大きいトンネルがあったとは。ジメッとしてるし、あれ？ここちょっとだ。以前よりデジタ、おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気をひ、オッケー。ユウコッチを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子もないもんね。六本木目指してレッツワーキング。いやうわ、もし、おや、今気がついたのか。10キロ、とにかく頑張るしかないよね。
然だが君たちそれとも優子くんの元へ急ぐ。え、いきなり何京子さん、うん、ではわずか数十分で。あ、赤坂。あ、いやいや、いくら、うん、迷いがとは。え、どういうこと。デジタルシフトのせい、地下だから気づきにくいが空間が歪み短縮。本当やった。それから君たちの後ろに。え、ユーコハを助けに行くんやろ。ユーコっていうかユーゴっていうか。もちろん知っとった。わざわざアバターまで変えてユーコッチは何。あの姿はユーコハの兄さんの姿なんや。ユーコッチのお兄さん。そう、エデン症候群にかかって何年も前から寝たきりの兄さん。そのアバターを使うてユーコハはザクソンの発火。どうしてそんなこと。ユーコハは家族の縁が薄いお人やから、家族との何かをつないでいたかったんちゃうやろうか。家族との何か。ユーコハンはわっちに手を差し伸べてくれた。お願いや。え、ユーコハンを助けたいんや。お願いしんす。あ、本気なけど確かに。よし、一緒に行こう。ノキアハン、ちょっとお礼と。いつも通り。それは却下。ほら、you
が神城の地下施設。わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。あっ、ねえ、優子はん来たか。これでようやく災いの元凶を。私たちが来たからには、あんたがロイヤルナイツに操られてイグドラシルの意志だか何だか知らないけど。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここ人間風情に壁。ロキア、気をつけろ。どういうこと？だって岸辺この時が来たのだ。まずい、ヤツはもう計画を始めるつもりだ。もう遅い。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつらが優子を救い出せれば。お忙しそうですね。スエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね、お手伝いに参ったわけで。冗談言いに来たのかよ。新たくん、もしもこの世界に歪みが生じた原因が。はぁ、歪みだ？一体何の話だ。何度も言わせんな。お前は岸辺の使いっ走りだろ。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。私は可能性を持つ、世界がより良い進化を取り入れ、私は君エーデンという楽園の巨色を打ち破ろうとした。そしてその可能性の目はデジモンキャプチャーを開発し。お前がデジモンキャプチャーを。いや、なに、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。あ、しまった。それではまたお会いしましょう。君が。あ、てめえ、ま、今は作戦を優先させねえと。これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じる、感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。奴はロードナイトモン、私と同じロイヤルナイツ。ついにこの時が来てしまった。久しいな、オメガモン。今からでも遅くはない。出始めた。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。オメガモン。断る。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。そしてノギアたちと行動を共にし確信したのだ。ロイヤルナイツの恥さらし、いいだろう。我が計画の始まりの呪しとして散れ。
本来の力だが、逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。貴様の始末はその後だ。あの空変じゃないか。天気予報なんか言ってたっけ。さあ罪をあがなえ、愚かな人間ども。なん、扉が閉じただと。人間どもめ、小賢しい真似を。だがあのわずかな時間でもおそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。他のロイヤルナイツたちの力も感じることができる。仲間たちを探し出し、計画に若干の修正を加え、間に合わなかったか。すまねえ、完全に俺のミスだ。気にすることないって。最悪の事態は避けられたってだといいがな。せっかく励ましてやってんのに。あ、ゆうこはんと、そうだ、ゆうこ。
なんでもええ大丈夫フェイ。そないな命令。大丈夫だよフェイ、あなたのデジモンを信じて。デジモン。